ミラさん、大丈夫ですか？しっかりしてください。皆さん、救命艇の準備ができました。慌てず移動してください。落ち着いて順番にお願いします。慌てないで。船員さん、お願いします。協力してください。生まれそうなんです。そんな、カミラさん、こんな時になんてことなの。あなたももう行って諦めちゃダメだ。しっかり。ごめんね、こんなことになって。せっかく生まれてくるはずだったのに、本当にごめんなさい。カミラさん、頑張って。いろいろ使えるものがありました。ルーク、あなたなぜここに。しっかりして、僕がついてます。ありがとう、ルーク。元気な赤ちゃんですよ。やりましたね、カミラさん。ありがとう、ルーク。いいんですよ。でもちゃんと生まれてくれてよかったです。そうね。私の赤ちゃん。もう時間がない、急ぎましょう。さっき救命艇を一つ探しておきました。3人乗りですが、なんとか使えます。今ならまだ間に合う。ルーク、あなたは本当に勇気がある子なのね。カミラさん、大丈夫？ごめんなさい、私は無理みたい。諦めちゃダメだ。どうかその子を連れて行ってやって。ダメだ。僕は何があってもあなたを連れて行く。この体じゃ救命艇のところまで歩けそうにない。あなたとこの子だけでも生き延びてほしいの。そんな、僕はどうすれば。ルーク、私の最後のお願いを聞いて。お願い？この子の父親はロンドンの考古学者カイル・エイザーン。彼を探してほしい。カイル・エイザーン、分かった、きっと探し出すよ。カイルさんは今どこに？失踪したわ。彼はレリクスの謎に近づきすぎた。レリクスの謎？説明している時間はない。エルシャール・レイトンのもとへ、この子を。カミラさんはレイトン先生を知ってるの？レリクスの謎を解明できる者がいるとすれば、それはレイトン先生しかいない。お願い、ルーク。わかったよ、この子を必ずレイトン先生のもとに連れて行く。ありがとう、ルーク。あなたに出会えてよかった。カミラさん、カミラさん。君のお母さんを助けられなかった。親愛なるレイトン先生、僕が出会ったこの謎は僕と先生の運命を大きく変えることになりそうです。私は謎解きの権威レイトン教授の娘カトリー。消えたパパの行方を追って今日も不思議な案件を解明し続けているのです。私は魔法を知らないけれど
あら、かわいこちゃんね。大体の話は分かったよ、ルーク。先生、そもそもそのレリクスって一体何なんですか？秘宝レリクスは考古学者の間でも伝説とされているが、その存在を信じている者は少ない。でも確かにあの人はそう言ったんです。ああ、私もレリクスは実在すると思っているよ。しかしレリクスへの手がかりはほとんどないんだ。しかも私はカミラという女性を知らないし、カイル・エイザーンという考古学者も学会の会員リストでは見つけられなかった。モグリの考古学者でしょうか？どうだろうね。もう少し調べてみる必要がありそうだ。はい、こんなことに巻き込んですいません。いや、君のせいじゃないさ。この子のためにも各方面にあたってレリクスの調査に乗り出そう。助かります、レイトン先生。それよりもルーク、君はアメリカの留学先に戻らないといけないんじゃないのかい？はい、でもその子が。ルーク、あなたはまだ勉強中の身。この子は私とレイトン先生に任せていきなさい。でもルーク、心配するな。この子は私が責任を持って面倒を見るよ。父親の行方が分かるまでは私の子ということにしておこう。先生の子供ですか？なんだいルーク、その似合わないって意味の笑いは。いえ、そんなことは。いつまでも赤ん坊と言っていてもしょうがない。名前を決めてあげないとね。レイトン先生はその子にカトリー・エイルという名前をつけて可愛がった。その後カトリーの本当の父親を探すため、先生はレリクスの情報を集めていたのだけど、結局決定的なものは見つからなかった。そして数年が過ぎ、先生はカトリーを身寄りのない子のままにしておくことはできなくて、自分の養子にしたんだよ。それから先生はカトリーを本当の娘として可愛がり、あっという間に10年が過ぎた。カトリーの帽子だ。それが私の過去。カトリー、ショックかい？ううん、予想はしていたから。あら、そうなのかい？そのカミラという女がカトリーの母親ってわけか。それにしてもレイトン教授がカトリーの本当の父親じゃないとはな。シャーロさん、カトリーいいかい？先生にとってあなたは。分かってるわおばあさま。私にとってパパはパパ、何も変わらないよ。カトリー、それでその後どうなったの？前に話した通り、レイトン先生は妻の前から消えたルークを探し出し合流した。その後先生はルークと共に見事に6つのレリックストーンを見つけ出し、レリックスの謎へと一歩近づいたんだ。そしていよいよ2人が壮大な謎解きの旅へと出発する日がやってきたの。パパ、パパたちはどこへ行くの？カトリー、これから大事なお仕事なんだ。しばらく留守にするけど、ローザがいるから大丈夫だろ？わかった。心配ないさ、カトリー。パパにはこのルークおじちゃんがついているからね。たくさんお土産を持って帰るから待ってね。本当？じゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。レイトン先生、今さらあの子の父親を探してどうなるんですか？あの子にとって本当の父親を知ることは幸せなことなのですか？先生はカトリーを愛していないんですか？愛しているよ。だからこそ私は解き明かしたいんだ、あの子のために。史上最大の謎、レリクスを。ここがレングーラの町。活気があっていい町ですね。ああ、このホテルにカイル・エイザーンが泊まっていたことを確認しています。何か彼の手がかりが見つかればいいですが。
ルーク、まだ気づいてなかったのかい？何がですか？考古学者カイル・エイザーンは存在しない。え？でも長期滞在者として宿帳に名前があると確認が取れています。宿帳にあったのはイニシャルだ。K ・エイザーンというね。まさか。そう、 K はカイルではなくカミラだ。レリクスの謎を追っていたのは考古学者カミラ・エイザーン、彼女だったんだよ。彼女はレリックストーンを取り戻すためにロンドンに戻ろうとしていた。その船の中で不運にもカトリーを産むことになってしまったんだ。じゃあカトリーの本当の父親は？もうこの世にはいないのかもしれない。彼女はレイトン先生ならレリクスの謎を解き明かせると考えた。だからカトリーの父親の行方を追わせるという形でレリクスに導いた。おそらくね。レリックストーンは全部で6つだった。6つを集めた時、その光は回り始めた。最初はただ回るだけで一体何のためにこれがあるのかわからなかった。だがこの石を別のある法則で並べることによってヒントが出てくることに気づいたんだ。ヒント？6つの石の大きさはそれぞれ違っていた。実はその差には意味があった。地球の大陸の面積比と同じだったんだ。この石を世界地図の大陸の位置に対応した場所に置いてみると、これは場所を示しているのか。そうだ、この石は6つである場所を指し示すための地図になっていたんだ。おお、ルーク、大丈夫か？先生、すいません。なかなか手強い地形だね。もう少しだ、ルーク。はい。これがレスタギアナ洞窟。大きいですね。先生、カミラさんの宿帳の記録では一定期間宿泊し、数日空けてまた戻るという行動を繰り返していました。それは何を意味しているのでしょう？謎が解ける時間を待っていたのかもしれないね。時間？見えてきた。ここは空洞内の湖。どうやらこれがカミラがホテルとここを行ったり来たりした理由のようだね。どういうことですか？この湖はおそらく海とつながっていて、潮の満ち引きが関係し、隠し通路への扉はある月の数日だけ現れる。カミラはその答えにたどり着いた。だからホテルで水位が下がるのを待ったってことなんですね。ああ、私たちも一旦ホテルに戻ろう。カトリーはどうしてるかな？ちゃんとローザの言うことを聞いていればいいんだが。先生、僕思うんですけど、この謎を解くことはカトリーのためになるんでしょうか？カトリーには全てを知ってほしいんだ。先生の言いたいことはわかります。でもカトリーは本当の父親を探してやることがあの子のためですか？世の中には解けない方がいい謎だってあるんじゃないでしょうか？ルーク、私はカトリーから真実を遠ざけるわけにはいかない。私はカトリーと本当の親子になるためにこの謎を解明したいんだ。本当の親子になるためですか？もしカトリーの両親がこの世にいないのだとすれば、私はすぐにでも父親になるだろう。しかしカトリーの出生にはまだ多くの謎が残されている。私はそれを解明し、あの子に伝えたい。その上で私はカトリーの父親になりたいんだ。先生、親愛なるローザ、僕とレイトン先生の謎解きの旅はいよいよ大詰めだ。それを前にして先生の本当の気持ちが分かった。先生は全ての謎を解いた上でカトリーと親子として向き合おうとしていたんだ。実に先生らしい考え方だ。僕は必ずレリクスの謎を解明して先生をカトリーの本当の父親にしてみせるよ。これは、先生、あれを見てください。ああ、あの扉から先に進めそうだ。降りてみよう。
狭いですね。なかなか答えるね。何ですかこの壁は。これはレリックスの門だ。門、これが史上最大の謎、レリックスの入り口だよ。でもこれをどうやって登るんでしょう。それが謎ってわけだ。上の方に穴のようなものが見える。あそこにたどり着くことが答えということかな。ホテルの宿泊記録から見て、カミラはここで詰まったと考えられる。謎で詰まっている時に子供が生まれそうになり、ロンドンに戻ろうとしたんでしょうか。出産ならレングーラの町でもできるはずだ。なぜ身ごもった体で船にまで乗り、ロンドンに戻る必要があったのか。それはおそらくこの壁の解放に気づいたのさ。それを手に入れるためにロンドンに戻ろうとしたんだ。登れない壁の解放、それは一体。この壁は登る必要はないのかもしれないね。え、どういうことですか。歩くのさ。歩く？どうやって壁を歩くんですか。君も気づいたかい。おそらくこの穴にレリックストーンをはめることによって何か仕掛けが発動するはずだ。だとするとカミラさんはこの仕掛けを見落とした。いや、6つのレリックストーンはこの洞窟を特定した段階で売り飛ばしたのではないかな。レリックスの調査費用はかなりの負担だったはずだ。じゃあレリックストーンを買い戻すためにカミラさんはこの町を離れたというわけですか。そういうことだ。じゃあ先生、はめますよ。ああ、これで最後だ。これは。先生、これが。ああ、これが秘宝レリクスへの道だ。この先に進めばいよいよレリクスの謎が解明されるんですね。それはわからないが、一歩前進することは間違いないね。秘宝レリクス、僕たちの手で解明してみせましょう。ああ、ここで引くわけにはいかない。英国紳士としてはね。カトリー、私が知っているのはここまでだよ。何？いいところなのにここで終わりですか。ここまでがルークからの最後の手紙の内容だよ。ローザおばあさま、話してくれてありがとう。カトリー、本当の家族のことショックだったと思うけど大丈夫かい。どんなことを聞かされてもパパはやっぱり私のパパ、それに変わりはないよ。そうだね。でもパパがいなくなった理由、なんかパパらしい。ええ、先生は命を懸けてあなたと本当の親子になろうとした。ここからはカトリ、あなた自身がどうするか決めるんだ。うん、分かってる。私が二十歳になった時、パパから預かっていた手紙を開けた。おそらくパパはこの手紙が開けられる前に謎を解き明かし、私と本当の親子になろうとした。でもパパは戻らず、手紙は開けられた。残念だよ。私とパパはもうとっくに本当の親子だったのに。カトリー。でもパパは一つだけ間違った推理をしたと思う。え？カミラ・エイザーンは売ってしまった石を探すためにロンドンに戻ろうとしたのではないと思うの。どういうことだい？おそらくレリックストーンには7つ目がある。カミラさんは7つ目がなければ謎を最後まで解けないことに気づいた。だからその石を手に入れるためにロンドンに戻ろうとしたのではないかしら。どうして7つ目の石があると言えるんですか。もし6つの石を売り飛ばすとするならば、ロンドンで売るはずがない。え、なぜです。ロンドンでは高額な宝石の売買を行うには宝石商による認定証が必要となるの。でもその認定証を取るためには最低6ヶ月の時間がかかる。彼女にそんな暇はなかった。なるほど、それが7つ目のレリックストーンを示す根拠というわけですね。ローザおばあさま、
パパのメッセージは、自分が戻らなかった時、私に自分自身で事実を探し出せと言っている。カトリー、私行くわ。私は目の前に現れた謎を解いてみせる。史上最大の謎レリクス、望むところよ。私はエルシャール・レイトンの娘、カトリー・エル・レイトンなんだから。探偵心をくすぐる言葉なのかしら。イギリスには自然が作り出した古い洞窟がいくつもあるわ。実際に洞窟の中から大昔の資料が見つかることもあるのよ。伝説のスイーツを求めて私たちは歩き続ける。一体どこにあるのスイーツ。次回、レイトンミステリー探偵社、カトリーエールと甘い香りの迷宮通り。現実はいつも稀有なものなのです。レイトンミステリー探偵社はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。